う間だったけど、今回は筋トレたくさん頑張ったよ。鉄のモップ振り回したかったな。なんて。鉄のモップは心の中だけにしておくね。はい、行ってまいりますね、ご主人様。ご主人様、もっとご主人様らしくなさってください。その方が私気持ちを込めて歌いますので。褒めてもらえて光栄です。ご主人様のために私の思いのすべてを乗せて歌いましたから。もうご主人様とメイドさんごっこはそろそろ終わりよ。そうだよそうだよ、かなたちゃんだってエマちゃんメイドさんにお世話してもらいたいんだからね。あなただけの独占反対。かなたちゃんもかりんちゃんも寂しい思いをさせちゃってごめんね。エマちゃん、かなたちゃんに子守歌プリーズ。私はそういうのじゃないから。かりんちゃん拗ねちゃったのかな。そうそう、かりんちゃんは素直じゃないからね。かなたってば。もう、ただいま戻りました、ご主人様。夢じゃないですよ、ご主人様。私、お礼をしに来たんだ。あなたは今回もとっても素敵な曲を作ってくれたし、いつも助けてもらってばかりだから。だからね、もう少しだけあなたのメイドさんでいさせて